こんにちは、横道鶴太郎です。さあ始まりました、ハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで始まりました第17回ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、最近なんかしないですけど体の疲れが取れなくて基本疲れ切ってるんですけど、そういう時って何もしたくないんですけど暇なんですよね。ただなんか映画見たりとか小説を読んだりとかって、まあゲームとかもそうですけど、ある程度集中力がいるのでその元気もないんですよ。そういう時何をしてるかっていうと、まあラジオを聞くか、ラジオ代わりにゲーム実況とか YouTuber さんとか VTuber さんとかの動画を見るっていうのを、まあ主に YouTube ですね、やってるんですよ。ただ最近それもなんとなく疲れてきて、なんかおすすめの癒し系のラジオとかがあったら教えてほしいですね。昔は僕本当に死ぬほどラジオを聞いていて、どの番組を聞いたかとかってメモしてるんですけど、まあ聞きかじったものも含めれば結構200番組以上僕聞いていて、本当にまあ声優さんのラジオが多いですけど、むちゃくちゃ一時期聞いてましたね。で最近ではそれの代わりに YouTube でゲーム実況とか聞くことが多いんですけど、まあ映像は見ないで耳だけで聞くって感じですね。ただそれやってると映像もだんだん気になってきてしまって、同時並行で作業とかしてるとそっちがはかどらないっていう現象が起きるんですよね。でそれを最近どうにかして解消したいなと思っている、そんな感じですね。でもゲーム実況つながりで言うと、 YouTube でまあ一番有名って言っていいのかどうかわかんないですけど、ツーブロっていうそのゲーム実況チームがありますよね。おとじゃさんとアニジャさんっていう兄弟と、おついちさんっていうその3人のチームでやられてるんですけど、彼らが最近、ツーブロレディオっていう音声番組、ラジオですね、音声だけの動画っていうのも出していて、そっちの方で大塚明夫さんがゲストで出演されてましたね。これびっくりしましたね。もともと音じゃさんってすごく声が大塚明夫さんに似てて、その声真似というか、まあすごい声が似てるっていうので人気が出ていったんですよね。なのでもうどんどんそのチャンネルも大きくなって、ついに大塚明夫さんご本人とラジオで共演っていうことで、なんかそんなにずっとコンスタントにツーブロの動画見てたわけじゃないんですけど、なんかしばらく離れてしばらくハマってっていうのを繰り返してたんですけど、あ、でもここまで来たかっていうのですごく、まあ、勝手ですけど感慨深かったですね。まあ、最近だとそれがすごく印象に残ったラジオでしたね。まあ、もし皆さんもおすすめのラジオとかあったら教えてほしいですね。僕的にはこのハードボイルド60分1本勝負が超疲れた時とかですね、なんならもうめちゃめちゃ具合が悪くて熱があるみたいな時でも聞ける、そういう番組にしたいと思ってますね。まあ、しかし話してる内容は大体血生臭いという、そこがちょっと問題点ではあるんですけど。というところで、まあ、雑談はこの辺りにして、今回扱う作品を発表していきたいと思います。今回はこちら。片岡芳雄さんの作品で、花模様が怖い。早川書房から2009年に出版された作品になっています。11回目からですね、20回目は日本の初期のハードボイルドの作品、あるいは代表的な作家というのを扱っていくと。いうシリーズになっているんですけども、まあ、2009年に出てはいるんですけど、この作品は収録されている作品自体は、まあ、連作短編集になっていて、80年代から90年代のものになっています。まあ、それにしてもですね、大藪春彦さんとか工場光さんとか、前回扱った河野天生さんとかが、まあ、50年代にデビューされているってことを考えると、まあ、80年代ということでちょっと新しめではあるんですけど、まあ、60年代ぐらいから片岡芳雄さんは、小説ではないですけど、アメリカ文化の紹介という執筆活動をやられていたらしいので、まあ、テディ片岡っていう名義だったらしいですけどね、まあ、ライター的な感じでやられてたらしいので、まあ、いいかなということで紹介していきたいと思います。はい、先ほどもちらっと言ったんですけども、花模様が怖いという、このタイトルはですね、まあ中に含まれているタイトル、短編集なんですけども、短編のものを撮ったというわけではなくて、まあ新しくこの片岡芳雄コレクションというですね、まああるテーマに沿って短編を集めていくと。で、編纂者は池上冬樹さんという文芸評論家の方なんですけども、まあ彼がおそらく決めたタイトルになっているんじゃないかなと思いますね。で全部で8本の
連作じゃないですね。すいません。それぞれ独立してるんですけども、まあ短編が入っているというものになっています。まずはですね、片岡芳雄さんについて、まあ簡単な略歴をご紹介していきたいと思います。片岡芳雄さん、1940年東京出身で早稲田大学法学部を卒業されています。1974年に白い波の荒野でデビューされていますね。これはちょっと僕読んでないのでわからないんですけども、まあ、さっきアマゾンでちらっと紹介文を読んだ限りでは、なんかサーファーの青年たちを主人公にした実験小説というか、純文学的な感じのようですね。ゴリゴリのハードボイルドというわけではないようです。先ほども言いましたけども、60年代からテディ・片岡名義でアメリカ文化の紹介等で活躍されたと。で、恋愛小説、青春小説、それから翻訳、日本文化と映画についての評論など、様々な分野で活躍されていらっしゃいます。この番組の絡みで言いますと、ハードボイルドについてもですね、まあ関係がありまして、リチャード・スタークという作家の悪党パーカーシリーズというですね、まあ犯罪者を主人公にしたものなんですけども、まあクライムノベルというか、ハードボイルド系の作品ですけど、それの翻訳なんかも手掛けていらっしゃいます。まあ、僕も実は手元に悪党パーカーシリーズの第一巻あるんですけど、それはなぜか、小高信光さん役バージョンになっていて、もうちょっと古いものだとおそらく片岡芳雄さん翻訳バージョンというのもあるんじゃないのかなと思いますね。でそういった感じでですね、純粋なハードボールド作品は少ないんだけれども、暴力色の強い作品というのは稀にあるという感じになっているようで、まあ、池上冬樹さんというですね、文芸評論家の方は非常にそういった、まあ、片岡作品のハードボールド系のテイストというのがすごい好きで、まあ、ハードボールドと関連のある作品というのを今回でもないですけど、花模様が怖いという短編集にしてまとめたというのがこの本になっています。ちなみに私立探偵を扱った作品というのもあるらしくてですね、連作短編集のミス・リグビーの幸福。これはですね、なんか、池上冬樹さんによりますと、国産ハードボイルドの歴史に残る傑作私立探偵小説だというようなことが425ページに書いてありましたので、まあ、もし機会がありましたらね、いずれこれも扱っていきたいんですね。ちなみにですね、まあ先ほどから何回も連呼してますけども、解説は池上冬樹さんが手掛けられていて、彼はですね、まあヒーローたちの荒野という、まあ、なんでしょうね、冒険小説論的なものも書いていて、まあこの本についてもいずれ扱いたいと思いますけども、ハードボイルド系の小説の解説というのが文末に大抵ついているんですけども、池上冬樹さんが解説を書かれた場合は大抵外れなしですね。その作品についても非常にいい、的確な批評を書きますし、あるいは歴史的なことっていうのが結構充実しているので、まあ、ハードボイルドにあまりまだまだ詳しくない僕にのようなものにとってはですね、彼の解説というのは非常にありがたいというところで、まあ、名解説というのをたくさん書かれていらっしゃる。これが池上冬樹さんだというのを覚えていただきたいですね。まあ、いずれね、池上冬樹さんとか、まあ、あと、小高信光さんとかも素晴らしい解説書きますけども、ハードボイルドの名解説みたいな特集も組んでみたいなと思っていますね。はい。その池上さんが、片岡芳雄さんのスタイルについてですね、こんなことを書いてるんですよね。片岡芳雄はもともと人物の感情を吐露させずに、会話と行動を中心にして物語を進めるスタイルを取るが、これはまさにハードボイルドスタイル。ストーリーが犯罪に関係なくても、その短編群は、いずれも高質な輝きを保っている。というふうに424ページに、まあ彼のスタイルについての、まあ批評というのを載せていますね。はい。つまり直接、まあ犯罪者が主人公だとか、そういう私立探偵が出てきて、なんだかんだ、鉄火場でどうだとかっていう、まあそういう暴力的なものを扱っていなくても、手法のレベルですでにハードボイルドっぽいんじゃないかというようなことをおっしゃってるんですよね。ちなみにこれはですね、工場高さんの、X 橋付近とかいくつかの短編を使いましたけども、彼がエッセイで、まあ、述べていたハードボイルドっていうのは形式、文章の、美学なのであるという考え方に似てるなという気がしますね。花模様が怖いですね。まあ、全部で8本の短編があるんですけども、まずはそれぞれのあらすじを簡単に紹介してしまおうと思います。最初はですね、心を込めてカボチャ畑に座るという短編なんですけども、これはラジオが泣いた夜という短編集、角川文庫1980年から出版されたものですけども、それに、元々は収録されていたものです。
サンダンスという少年が主人公になっていて、まあ、彼がおじいさんに任された、ハイウェイの近くにあるお店、ダイナー的なものなんですけども、そのお店を切り盛りしてるんですよね。でそこに集った8人のお客さんたちの様子というのを、まあ、点描風に描いた短編になっています。まあ、特に特定のスタイル、ストーリーがあるわけではないんですけども、まあ、非常に面白い短編になっていますね。まあ、点描チックにですね、各登場人物たちの振る舞いとか会話とかっていうのを描写していって、どん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 視点が移動していくというスタイルで描かれてるんですけども、まあ、それゆえにですね、まあ、実はすごい短い時間だったかもしれないけれども、何か長い時間が流れて、読んでいる方としては何か長い時間が感じられるというのは、村上龍さんの空港にてという短編集があるんですけども、それのスタイルにちょっと似てるなという感じもしましたね。2本目は夜行ならブルースが聞こえるという短編で、これも先ほどのラジオが鳴いた夜に収録されている作品ですね。まあ、売れないバーの専属バンドに所属しているミュージシャンが主人公なんですけども、まあ彼が、まあそのバーで知り合ったつかず離れずの女性というのがいて、まあその女性に半ば付きまとわれるような形にして、夜行列車に乗って、まあ北海道かな、何か目的地に向かうという短編になっています。まあこれもですね、そういうさりげない展開なんですけども、まあ最後の切れ味というのが非常に良くて面白い短編ですね。まあどうなるのかはちょっとネタバレになるので言えないですけども。そして三つ目が白い街という短編で、まあこれもラジオが鳴いた夜初集ですね。まあその名の通りですね、非常にこう、建物とか、まあ太陽の光の照り返しとかによって非常に白さというのが、白い色というのが目立つ街に住んでいる一人の青年が主人公で、まあその街の白さによってだんだん精神的に追い詰められていっているという様子が、まあ間接的にわかるという短編になっています。その彼のもとにですね、恋人である、まあ、女性から電話がかかってきて、真っ白な新品のドレスを買ったらしいというところから物語が展開していくという内容になっていますね。まあ、片岡芳雄さんの作品はどれもそうなんですけども、描写というのが非常に大きな役割を果たしていまして、特にこの白い街に関してはもう、描写が半ば主役になっているかのような、非常にこう、最初の方とか3ページ超あるですね、非常に長い描写があるんですけども、はい、そういう描写が非常に大きな重要性を持っている作品ですね。4番目が夕日に赤い帆という短編で、これはまあ同名の短編小説集から、角川文庫1981年の作品ですけども、そこに収録されていたものです。まあ、とあるですね、別れた、恋人の頼みを受け入れた男というのが主人公になっていて、まあそれは非常に実は犯罪集の強いですね、頼みなんですけども、まあその男がどうなっていくのかという、まあ顛末を描いたもので、まあ日本が舞台になっているんですけども、まあちょっと終わり方にひねりがあって、これは若干ミステリータッチ、まあミステリータッチといってもですね、まあ前回扱った河野天生さんみたいなゴリゴリのミステリーではないですけども、ちょっとひねりがある。まあ夕日に赤い帆というですね、タイトルとのつながりというのが最後にこう、明らかになるという展開で、まあこのつながり方というのが非常に鮮やかで、もう僕は読みながらゴフッと血へどを吐きましたね。それぐらいすごい鮮やかな、その手があったかというつなげ方になっています。それから5番目が約束という短編ですね。これは俺のハートがノーというという短編集、角川文庫から1981年に出版されたものに、書室になっています。アメリカで旅をしている若い男女というのが主人公で、まあその様子を淡々と追っていくんですけども、実はその男女の間にとある約束というのが交わされているらしいということがだんだん分かってくるんですよね。でそれが何なのかというのが最後に明かされるというもので、まあ、これはもともとこの俺のハートがノーという短編集が、まあ、恋愛小説集のようなものになっているそうで、まあ、若干ラブストーリー風味があるんだけれども、非常に終わり方はハードボイルドというですね、まあ、この片岡さんらしい様々なテイストが一度で味わえる小説になっています。そして6番目は彼女のリアリズムが輝くという短編ですね。これは私はいつも私という短編集、角川文庫から1992年に出版されたものが書室になっています。この短編集の中では最も日常的な題材を扱っていて、まあ、ある意味ではありきたりなテーマなんですけども、登場人物の個性というのが、まあ、非常にフレッシュなテイストを生み出している短編になっています。主人公は小説家で、まあ、しばらく作品を書いていないけれども、もともと小説家だったという女性ですね。なぜ作品を書くのをやめたかというと、
とある海外で知り合った男性と結婚したことをきっかけにですね、しばらく作品を書かなくなってしまったという主人公なんですけども、まあ、ちょっとしたきっかけから実はその旦那さんというのが自分に隠れて、まあ、何か秘密を持っているんじゃないかということに気づくということが、まあ、物語の発端になっている、そういう短編ですね。まあ、他の短編に比べて、こう、血みどろというかですね、暴力色はすごく抑えめ、というか、まあ、全くない短編なんですけども、しかし、やはりハードボイルドというしかしですね、表現しようがない、切れ味があって、やはりこういうものもですね、片岡芳雄さんらしいのかなという気がしますね。まあ、そういう日常性と暴力性というのが同居しているというか、どちらにもハードボイルドタッチというのを、見出すことができる。それが片岡芳雄さんの、まあ、作風じゃないかなと思いますね。そして7番目の短編が狙撃者がいる。これは同名の小説ですね。角川文庫から1994年に出版されたものから、収録されています。非常に強烈ですね、狙撃者がいるは。まあ、この短編集の中では100ページ以上ある、まあ、中編と言っていいようなボリュームがあるもので、内容としてはですね、ミキコという女性、若い女性が主人公なんですけども、非常に射撃の名手というか、アメリカで、まあ趣味の射撃というのを極めたことがあって、それをまあ日本で実際に人を撃つということを実行してしまいたくなるというですね、まあ、無差別射撃事件を計画実行するまでの物語というのになってるんですよね。非常にまあ物騒ですよね。今までの片岡芳雄さんのその短編を読んでいる限りでは、まあそこまでバイオレントなものはやらないだろうと思ってたんですけども、まあこれはですね、女性主人公版の野獣死すべし、まあハードボイルド60分一本勝負でも扱いましたけれども、大藪春彦さんのデビュー作である野獣死すべしをですね、非常に洗練させ、そして現代化したような内容になっていて、僕はですね、まあ、ある意味その洗練された具合で言えばですね、この大藪春彦さんの野獣死すべしを超えた短編ではないかなと思いますね。まあ、映画のですね、狼をさらばを思わせるようなシーンもあったりとかして、まあ、非常にこう、今風というか、まあ94年の作品なので、まあ当然その現代っぽさはあるんですけども、いや、これは素晴らしい作品でしたね。まあ、このミキコという女性主人公が日常の中にですね、ほんの数秒の空白の時間というのを生み出すために殺人をするという美学を持っているんですけども、まあ、この美学はですね、まあ、片岡作品の美学そのものではないかなと思いますね。日常の中にですね、何かこう、非日常みたいなものを生み出す。それが彼の中での、まあ、ハードボイルドなのではないかなという気がしますね。まあ、ただこの無差別射撃事件というのがですね、ちょっと時代的なことを考えると、今となっては、まあ、アメリカとかヨーロッパとか、その、ランダムシューティング的な事件非常にたくさん起きているので、すごく、まあ、恐ろしいほどリアリティを持っているなというのが、まあ、ちょっと感想としてはありましたね。ある意味こういう暴力的な作品というのはまあ平和な時代だからこそ受け入れられるものでもあるので、まあぜひ時代の方が平和になってほしいなという気もしましたね。そして8本目の短編が花模様に潜む。で、同名の小説、狙撃者がいるかなから、収録されたものですね。まあこの花模様から連作じゃないですね。すいません。この短編集の花模様が怖い。にしたんだろうなという、まあその元ネタになっている短編ですね。花模様に潜む。これはですね、女性の殺し屋とその恋人であるですね、元男性の今女性という、まあ、人物がいて、その二人の物語なんですけども、まあ、その女性の殺し屋と元男性の恋人っていう取り合わせが面白くて、まあ非常に殺し屋のですね、バイオレントな世界を描いているんだけれども、その二人の醸し出す何とも言えないそのオフビートな会話感というのが、今度はですね、まあ日常の中に暴力性を見出すというよりは暴力的な世界の中に風情というか日常的な美しさみたいなものを見出す、そういう逆向きの作品になっているかなという気がしますね。まあ中盤から後半にかけての予想外な展開というのも非常に魅力的な作品になっています。ということでちょっと8本全部一気にあらすじを紹介しただけでだいぶ時間が経ってしまったんですが、まずは全体の感想をざっくりと話していきたいと思います。そうですね、この片岡芳雄コレクションの第1巻である花模様が怖い。オールタイムベスト級が急に来てしまったなという感じがしましたね。すごい面白いです、これは。いや、こういう面白い作品がまだまだ国産のハードボイルドには埋まっているんだなというのがですね、非常に喜ばしい、そういう発見でしたね。やっぱり自分でこう、これは面白いのかどうなのかってわからない作品を手に取ってみて、わ、
めちゃめちゃ面白いじゃんっていうのを発見する喜びっていうのはすごい、これに勝るものはないなという気がしますね。ですので、まあ、この作品の面白さというのをですね、まあ、皆さんにも伝えていきたいなと思っております。作品の内容に関してはですね、まあ、比較的プロットレベルで考えると、物語の展開ですね。そういうレベルで考えると、平坦、ないしはすごく、まあ、オーソドックスではない、飛躍に満ちた展開というのが多いですよね。なので、ある意味ではですね、まあ、そういう物語だけを見ると退屈、あるいは変化球に感じるかもしれないんですけども、文章のキレで見せていく。そういうスタイルになっていますね。とにかく文章がうまい。心理描写が少なくて、まあ描写がすごく多いという描写主体の作家なんですけども、以前ですね、鈴木道夫さんの未来警察殺人課というのを扱いましたけども、あれの完全版に彼の後書きの言葉というのが入っているんですけども、その中で、まあ作家というのは説明型のタイプと描写型のタイプというのがいると。で、自分は描写型であるっていうふうなことを言ってたんですけども、まあそれで言うと完全に片岡芳雄さんは描写型ですよね。本当に外面の描写というのがすごく多い。ただ、そういうタイプの作家っていうのはこう結構ダブつくというかですね、やっぱりその視覚的なものっていうのを表現するのは文章では難しいので、読んでる方としては疲れるっていうのはあるんですけども、全く片岡さんの作品ではそういうことがないんですよね。すごく描写が多くて3ページくらい続いたりとかっていうこともあるのに、スピーディーでサクサク読めると。そういううまい文章になっていて、まあちょっとその心理描写を抑えて、そういう描写を徹底するっていう、その徹底具合は純文学的な作風だなっていうふうに感じましたね。同じ純文学で僕、吉行淳之介の作品が好きなんですけども、彼もですね、すごく心理描写が少なくて、描写主体のスタイルなんですけども、多分僕はそういう文章が好きなんだろうなという気がしますね。同じ香りがしましたね。まあ、ただ、吉行さんの方が、エロティックな題材が多いのと、抽象的な文章が、まあ、時々入ってくるっていうスタイルなんですけども、片岡さんの方がもうちょっとユーモアがあるというか、柔らかい感じがしましたね。まあ、若干村上春樹さんの文章にも近い、まあ、彼ほど比喩とかは対応しないですけども、そういう視点の柔らかさとか、ユーモア的なものはちょっと似ているものがあるかなと感じますね。まあ、それから物語的なことに関して言いますと、まあ、そういう文章の、綺麗というのもさることながら物語もですね、見たことがないような展開というのも多くて、まあそういうですね、既存の物語というのをなぞるのではなくて、ちょっと見たことはない、そういう展開を作ろうという意欲を感じましたね。まあ大体そういう場合、なんか、まあちょっと気を照らってる感じがするというパターンもあると思うんですけども、僕自身は片岡さんの作品に関してはどれも魅力的だなと感じましたね。まあちょっとそのプロットだけ取り出して考えると意味不明ということも結構あるんですけども、まあ文章が下支えしているので、まあどのそういう突飛な展開を読んでいても、まあ文章が美しくて面白いんですよね。まあそこがやっぱり吉行淳之介はまあ僕が好きな作家ですけど、まあ片岡さんの技術力というか実力ではないかなと思いますね。まあそれから主人公の内面というのがすごく伏せられている場合が多いので、まあ何を考えているかわかんないんですよね、登場人物が。なので、まあ、急に突飛な行動をしたりするときに読み手がすごくうわっとびっくりするっていう展開があるんですけども、まあ、これはある意味こう無理やり他人に同化させられるという小説の構造というのをうまく利用したサプライズになってますよね。やっぱりこう知らず知らずのうちに読者というのはこう主人公に感情移入して、その視点で物語を読んでいく。で、それを踏まえて作者も書いていくわけなんですけども、それをまあ逆手にとってびっくりさせるような展開というのをまあ作っているということですね。それからこの短編集について言うと、8本中6本が暴力的な内容というか、まあ人が死んだりするものになっていて、そのうちの2本が死人がゼロという内容になっていて、まあ日常的なものになっているということですね。ただしですね、まあ先ほどもちらっと言いましたけども、どの短編にも暴力的な雰囲気があると同時に強い日常性があるというものになっていて、まあ、主には、その、非常に、こう、僕たちの住んでいる世界との連続感というか、強い日常性があるんだけども、そこから非常にバイオレントな、非日常的な世界が、こう、浮上してくると、急に浮上してくるというスタイル。しかし、それが非常に滑らかなやり方で浮上してくるというスタイルをとっていますよね。まあ、どちらにせよですね、非常に日常感がある。しかし、その日常の中に、すでにハードボイルドな魅力というか、硬質な輝きのようなものが眠っていると。そういうスタイルになっていると思いますね。まあ、ちょっと抽象的な物言いになってしまいましたけれども、まあ、後々ですね、実際に
まあ、僕が一番好きなんです。好きな心を込めてカボチャ畑に座るという、まあ、最初の短編ですね。それをじっくり見ながら、ではどういう文体ですね。どういう表現によって実際そういう日常の中のハードボイルド性みたいなものを描いているのか、そこを見ていきたいと思います。まあ、暴力性というか、まあ、ハードボイルド性ですね。非感情性とでも言いますか。まあ、それからちょっとこれはトリビアルなことなんですけども、短編の8本のうち7本に銃というのが出てきますね。まあ、拳銃ですね。まあ、銃弾と言ってもいいんですけども、まあ、この穴模様が怖いという短編集のサブタイトルが謎と銃弾の短編という風になっていて、確かにその銃弾ですね、そういうものに対するフェティッシュみたいなものも感じますね。しかもですね、これがまあ単なる小道具ではなくて、プロットにおいて重要な役割を果たしているというものが多いんですよね。まあ、日常の中に風穴を開けて別の世界、非日常的な世界というのを切り開く道具として存在していて、まあ、すごくキーアイテムになっているものが多いですね。残り1本の彼女のリアリズムが輝くという短編も、まあ、先ほど完全に日常的な世界で展開するということを言いましたけども、これに関しても実は鍵というのが、部屋の扉を開ける鍵ですね。あれが非常に重要な役割を果たしていまして、まあ、これもですね、とある一つの世界から別の世界への扉というのを開けたり閉めたりする。そういう機能を持っているものだと鍵を考えれば、まあ、それまでの短編で果たしていた銃の役割と、実は似た役割を持っているんじゃないかなと。まあ、ほぼ銃であるということもできるかなと思いますね。はい。ということで、まあ、全体的な感想は以上です。まあ、なので、ここからはですね、まあ、日常的な題材というのを描きつつ、非常にこう、非感情的な、しかし面白い世界ですね、ハードボイルド性というのを生み出している、まあ、彼の文体というのをちょっと今回は分析していきたいと思います。まあ、これまでミステリー性とか、まあ、探偵とは何かとか、ハードボイルドとは何かとか、そういうことについてはいろいろ考えてきたんですけども、まあ、男らしさとかについて考えた回もありましたよね。文体についてじっくり考えるっていうことがなかったと思うので、まあ、今回はですね、ちょっと渋すぎる回かもしれないですけども、まあ、ちょっとゆっくりとね、小説を実際に読んでいきながらどういう文章を書いているのかということを分析していきたいと思います。それではまあ僕が一番好きなですね、心を込めてカボチャ畑に座る、まあハードボイルドとは程遠いようなタイトルですけども、まあこれもどういう意味なのかっていうのは作品を読むとわかるんですが、これについて扱っていきましょう。まあまずはですね、どういう文章かっていうのを知ってもらうためにちょっとだけ冒頭の文章を引用してみましょうか。引用します。9ページからの引用ですね。荒野をまっすぐに抜けていくハイウェイの遠い行く手に、紫色の山並みが地平線いっぱいに立ち塞がっている。スカイラインは険しく鋭角的だ。頂上の雪は鮮明な日差しに白く輝く。そして、すべての上に覆いかぶさってくる青空が、情けも容赦もない感じで凶暴に力強い。いくら走ってもなかなか近づいては来ない紫色の山並みに向かって走っていくと、ハイウェイの右側に建物が一つ見えてくる。ハイウェイから荒野の中に少し引っ込めて建てた四角い平屋建ての建物だ。太陽が今のように大きく西に回った時刻だと、泥レンガ造りの正面に斜めに日が当たり赤く見える。という感じになっていますね。まあこれ最初の1ページからの引用なんですけども、まあ描写からスタートするということで、まあ一文にですね、一つの対象というふうに結構視点を絞った文章が多いですね。まあまずは、ハイウェイ。から、そこから山並みに視点が移って、そこからまあ山並みの輪郭ですね、スカイラインに移って、その細部ですね、頂上の雪というのに移って、今度は青空に広がるというふうに視点が移動していきます。基本的にはまあ一文一対象に絞っているという感じですね。でその視点の移動の仕方が、まあ、イメージの中で隣り合っているものとか、接しているものにどんどん対象が移っていくんですよね、ハイウェイ。でその向こうにある山並みというのは、まあその道を介して接しているわけですけども、でその山並みの上の方ですね、のスカイラインに移って、そのスカイラインの下というか、近くにある頂上の雪に移って、頂上の雪に接している青空にというふうに、まあ非常にこう近く、空間的に近い対象に次々と視点が移動していくという感じで、まあ、すごく滑らかな、直線的な視線の移動というのがされていますよね。
これがですね、ちょこちょこ、まず全体を描いて、その細部をですね、こう、アトランダムに描写していくっていうスタイルもあると思うんですけど、こうすると、こう、視線の移動というのが線にならないで、まばらになるので、ちょっと時間が止まったような感じになるんですよね。ただ、まあ、この後もそうなんですけど、片岡芳雄さんの描写っていうのは、基本的に常に隣り合っているものっていうのを、描写して、一つの文章で一つの対象を描き、次の文章で次の対象に移るっていうのをやるので、すごく読みやすいんですよね。で、頭の中でイメージしやすい。で、それによって描写っていうのをすごく積み重ねているんだけれども、非常にスピード感があるという文章、非常に稀有な文章っていうのが形作られています。で、細かいことなんですけども、ひらがなで開いた文章というのが、単語っていうのが多いですね。すべての上に覆いかぶさってくるというのが、まあ、青空の形容詞でついてきますけども、すべての上に覆いかぶさってくるって、これ全部ひらがななんですよ。普通どっか漢字にすると思うんですけど、非常にこうひらがなが多くて柔らかい文章な感じがしますね。まあ、それからこれも細かいことなんですけど、もういいですね。今回はもう細かいことばっかり言います。主語が冒頭に来る文章というのが、まあ、段落の、まあ、冒頭で現れて、まあ、冒頭で現れてないパターンもあるんですけど、まず最初に主語を示して、何々はっていう形で的確に主語を示して、その後に続く文章っていうのは主語省略してスピード感を出すっていうこともやっています。あるいは中間部ですね、段落のその真ん中あたりに出てくる文章っていうのは短めに抑えて、まあ、スピード感を出すっていうこともやっていますね。まあ、それから文章の表記的な言葉をもうちょっと言うと、ハイウェイとかスカイラインとか、この後にガスステーションっていう、まあ、この作品の舞台になるですね、一つの、少年が経営しているというか、切り盛りしているお店が出てくるんですけども、まあ、ガスステーション兼休憩所兼簡易食堂のような店って書いてありますけど、まあ、そのお店もガスステーションというふうに、まあ、表記されていて、カタカナっていうのが入ってくるので、こう視覚的に非常に読みやすくてバランスがいいですよね。ひらがなも多いし、カタカナも適度に入ってくるし、まあ、漢字も入ってくるっていう感じで、非常にこうバランスがいい文章になっていますね。こういう文章のスタイルっていうのは、やっぱり、なんでしょうね、80年代以降というか、すごく現代の文章、まあ、それこそインターネット以降の文章をも予感させるような感じというか、そういう読みやすさですね、リーダビリティっていうのを意識した文章になっていると思いますね。まあ、そういう細かい技術というのが下支えして、この作品の描写が多いんだけども、サクサク読めるそういうスピード感っていうのにつながっていると思います。で、まあ、お気づきになったかわかんないですけども、まあ、すべての上に覆いかぶさってくるとかですね、それ文頭か。まあ、でもその、最初の方は文末がルド名が多いんですよ。現在形で止まるっていうのが多くて、まあ、現在形主体で描写されていくんですけども、まあ、この後ですね、まあ、そのハイウェイとかの描写が終わった後に、そのハイウェイ沿いに一つの小さなお店があってっていうふうに、お店の描写の方に移っていって、今度は室内の描写に移っていく。で、キャラクターの描写に移っていくっていう構成になっていくんですけども、視点がですね、お店の前の駐車スペースっていうところまで来ると、文末がたどめになるんですよ。何々をした、何々をしたって、それ以降は基本的に、まあ、現在形はまあ交えずに過去形で書いていくっていうスタイルに切り替わるんですよね。まあ、これもちょっとあんま見たことないっていうか、珍しいスタイルで、まあ、視線の移動スピードが若干遅くなるっていうイメージですね。カメラがですね、まあ、ハイウェイとかっていう、その非常にこう俯瞰的な風景を描写している間は、ルド目で、あんまりこう、ストッパーがかかんないで、どん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 視点が移っていくっていう感じなんですけども、駐車スペースに来ると、タドメになって、あ、ここで物語が展開するんだなと、どっしり腰を落ち着けるような、カメラがストップするような印象になります。まあ、とはいえ、普通の文章化に比べたら、この、まあ、たどめでも全然スピード感はあるので、まあ、すごくのろくなるっていうわけではないんですけどね。まあ、それから特徴的なのは、まあ、この物語の冒頭だけっちゃだけなんですけど、視点がですね、非認証的なんですよね。誰の視点だかわかんない、まあ、ある種神の視点的な、何者かの視点っていうので展開されていきます。なんだけれども、そこにですね、まあ、いい感じとか、情けも容赦もない感じでとかって、結構主観的な形容詞が入ってくるんですよ。で、これって、客観的な視点で描く場合はあんまりやっちゃいけないとされていて、要するにその作者が書いてる感が出てしまうからやっちゃダメっていう、初心者はやっちゃダメみたいな感じになってるんですけど、まあ、それをやってるんですよね、あえて。ただそれによって、
誰の視点だかよくわかんないけど、なぜかそこにですね、フレンドリーで親しみやすい要素っていうのが入ってくる。で、非常にこう広大な風景を描写しているっていうことも含めて、すごい広々としたですね、開放感が生み出されているというところがあると思います。まあ、この非常に心理描写を排していて、まあ、ハードボールドタッチでって言われると、こう、冷たくて、冷酷な文章っていう感じがするかもしれないんですけども、片岡さんの場合は、まあ、こう、ひらがなが多くて開いてる感じもありますし、こういうちょっとユーモラスなというかですね、主観的な要素も入ってくるので、そんなに読んでて、こう、冷たいなって感じはしないんですよね。むしろ、こう、温かい感じというか、ちょっとビヨン的な感じすらするというところが特徴だと思いますね。それから、まあ、ちょっと飛ばしますけども、そうですね。まあ、じゃあちょっともう一箇所だけ引用しましょうか。まあ、この後ですね、まあ、お店の描写が入って、主人公のサンダンスという少年が、とある病弱な女の子、車で来た女の子と話をするというシーンに移って、その後ですね、二人組の男というのが駐車スペースに入ってきて、二人が、店の中に入っていくのに続いて、まあ、少年もお店の中に入っていくというシーンになるんですよね。まあ、そこの視点の移動というのがすごく鮮やかなので、ちょっと引用したいと思います。二人の中年男は店の中を見渡しながらカウンターの方へゆっくり歩いていた。狭い店に客が意外に多いのに軽く驚きつつ、店の雰囲気に溶け込もうと努力しているありさまが後ろ姿だけからでも読み取れた。カウンターの中へ入っていったサンダンスも含めて、店の中には9人の人間がいた。正面のドアを入ると、右側にはカウンターがあって、ストゥールが並び、すぐ左側には玉付きのテーブルが1台あり、天井から照明が下がっていた。で、ちょっと注略して、一番奥のボックス席にはオートバイで来た男女がいた。並んで座り、お互いの肩に腕を回し合い、他の人たちを一切無視してじゃれ合っていた。これが13ページからの引用になります。まあ、聞いてるだけだと普通じゃんって思うかもしれないんですけど、実はですね、すごくうまい描写になっていて、まあ、例えば同じ場面を僕がですね、描写しようと思ったら、もっとノロノロとしたですね、すごく説明の多い、ゆっくりした文章になってしまうんですけども、結構その店の全体を描写しつつ、描写にこう、左右に視点を転じつ、で、転じつ最後にはですね、奥のボックス席にいる二人の男女っていうのに、まあ、視点を移していくっていう感じで、処理している情報量は多いんですよね。なのに、こんなにスピード感がある文章になっていて、実はですね、このスピード感っていうのは一つの工夫があるんですよね。まあ、あるんですよねって僕が書いたわけじゃないのでわかんないですけども、あると思います。っていうのは、まあこの13ページから14ページかけての描写なんですけども、まず二人の中年男っていうのが店の中に入っていきますよね。で、それに合わせて、まあサンダンスについての描写がちょっと入って、で、9人の人間っていうことが言われて、あ、店の中には9人いるんだなっていうので、ちょっと視点が広がります。で、今度は正面ドアの右側にカウンターがあって、みたいな感じで、まあ、さっき入ってきた入り口ですね。その動きに合わせて入り口に視点が飛んで、で、どん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 店の左右に、視点が移っていくわけですよね。で、玉突き台があって、ジュークボックスがあって、そこからボックス席があって、ピンボールがあって、奥の壁にピンボールがあると。そういう感じで、まあ、徐々に、店内の空間を視線が移動していく。で、一番前のが、一番奥のボックス席にはオートバイで来た男女がっていう風に、部屋の隅っこですね、奥側のボックス席とピンボールっていうのを描写した後に、その奥にあるボックス席にっていう風に、まあそのボックス席っていうのを介して、今度は人物描写の方に移っていくんですよ。で、そっから、その男女の近くには誰々がいて、その隣には誰々がいてっていう風に、徐々にですね、人物描写を点々としていくっていう流れになっていくんですよね。で、これがだから要するに視点の流れに合わせて、店内の描写をしつつ、自然に今度は人物の描写に入っていくんですよ。なので、一番奥のボックス席にはオートバイで来た男女がうんぬんと書いてあって、まあ、冒頭で空間的なことを言って、その後に和を、一番奥のボックス席に和の後にオートバイで来た男女っていう風に人物に移っていく。この一文の中で空間から人物へっていうそういう視点の移動っていうのをやってるわけですね。なので、クッション的な役割を果たしている文章なんですよ。この一文が、まあ、地味なので分かりづらいんですけど、すっげえうまいだなと思いますね。僕がこういう文章は書けないと思いますね。何回も直したのか、パッとこういうのを書けちゃう人なのか分かんないですけど、すごく滑らかな視点移動ができる人だなと思いますね。まあ、それから、まあ、ちょっと時間なくなってきたので、引用は避けますけども、人物描写の中でも、
上から下にだんだん服装を描写していって顔の表情に移るとか、下から上に移っていくとか、そういうですね、視点の動きがあって、決してですね、一つの対象に長々と留まらない、常にこう視点が動いていくっていう運動性があるんですよ。これが描写を長々とし続けながらも時間が止まった感じがしないという非常にダイナミックな感覚を生み出していると思いますね。もうこれは匠の技としか言いようがない文章力だと思いますね。村上龍さんの空港にてっていう短編集の中でも同じような技法が試されてるんですけど、あれはどっちかっていうと、まあ、しつこくしつこくディティールの描写をすることで、こう、時間を止めるっていう感じなんですけども、こっちは描写をしてんのに、どん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 視点が動いていて、時間も動いていく。しかも、普通の時間よりもスピーディーに動いているような感じがするっていうですね、すごくそういう対照的な表現になっていると思いますね。はい。しかも、まあ、この文体というのが実は作品のテーマにおいても、すごく肝になっているのではないかなと思いますね。でちょっと話しすぎてしまったので、まあちょっとどうしようかな、サクサクいこうかなと思うんですけども、まあただですね、そういう日常的な文章っていうのだけを書いているわけではなくて、この作品にはですね、何かこう、いつか破裂してしまうのではないかというような緊張感、暴力性への何かこう、予感みたいなものも散りばめられているんですよね。それはですね、まあ奥の牧席にいるオートバイで来た男女というのも、一つの役割を果たしていまして、この男女がまあ基本常にイチャイチャしていて、人前でそこまでするかってぐらいに、まあそこまでするかって露骨なことしてるわけじゃないんですけども、セクシュアルな要素っていうのを常に店の雰囲気の中に投げかけているんですよね。そのセクシュアルさっていうのが何かちょっと暴力性のようなものにつながりかねないというか、例えばその恋人の女性を誰か別の男性が声をかけたら喧嘩になるんじゃないかとか、そういうことも感じさせる。そういう要素になっています。それからキャラクターの中には、まあ冒頭で出てくるんですけども、サンダースと会話をする女の子ですね。非常に病弱で10年間寝たきりという女の子がいるんですけども、まあ彼女との会話を聞くと、何かこうちょっと、いつ死んでもおかしくないというか、それぐらいちょっと、まあ病気が重いのかなと、いう感じも漂っていて、死の香りがする、という要素もあります。それからですね、登場人物の中には、まあ、この人たちの中では、立地的で一番美人というふうに書かれてますけども、まあ、女性、若い女性がいまして、彼女が、一人で護送している男というのがいるんですよね。まあ、これも若くて2枚目なんですけども、まあ、どうやらこの男というのは犯罪者で、それを護送している女刑事らしいということがだんだん分かってくる。まあ、もちろんその女刑事が自分で自分は刑事だっていうわけじゃないんですけども、まあ、どうやらそうらしいと。サンダース少年は予想するんですよね。まあ、ちょっと危ないじゃないですか、そんな犯罪者をね、一人で連れてっていうので、これもですね、非常に何か、トラブルが後々巻き起こるんじゃないか、みたいな予感を投げかける要素にもなっています。まあ、そして、サンダースよりも先に入っていた二人の中年男というのがいるんですけども、まあ、彼らがですね、女性陣がですね、そのお店の中にお土産物を売るコーナーがあって、まあサンダンスはインディアン出身で、そのインディアンの細工物とか、まあ指輪とか首飾りとか、まあ綺麗なものが売ってるんですけども、まあそれを女性陣が見ている様子をまじまじと男たちがカウンターから見ている。そんな描写があって、あ、ちょっと何かこう狙ってるのかなみたいな、何かこう怪しい感じがするっていうかですね、いつ何かトラブルが起きてもおかしくないみたいな、そういうピリピリ感っていうのは漂っているんですよね。まあそれもですね、この作品をちょっと弛緩させないというか、緊張感を与え続けるそういう役割は果たしていると思いますね。ある種日常の中に潜在している暴力性みたいな、まあ暴力性というほどではないですけどね、まあ緊張感みたいなものを与える、そういう要素ではあると思います。まあそれからですね、女の子が病人としての食事にすっかり慣れてしまってるから、他のものは食べる気にならないのとか、17ページで言ったり、女の子がですね、サンダンスの両親は亡くなってしまったのというようなことを聞くんですけど、それに対してサンダンスがさあ、初めからいないんだっていうふうに、20ページでは答えている。それから P23 ページでは、例の女刑事が2日で喋り終えた人生、それが私よみたいなことを言っていて、断片的にですね、そのそれぞれのキャラクターというのが、まあ、決して平坦ではないというか、非常に厳しい人生を送ってきているんだなというのを匂わせる描写というのもあって、まあそれはそれでですね、こう普通に続いている日常の、まあちょっとした短い間の時間ですよね、このお店にいる時間の中に、
まあ、実はですね、非常に全くその日常性という表層の中の裏側にはですね、平坦ではない、すごく、まあ、起伏に溢れた、起伏に満ちた世界というのが広がっているんだなと、そういう険しい人生というのを歩んできたんだなというのを感じさせる、そういう描写にもなっていて、まあ、そこに互いのキャラクターが踏み込まないというのも、まあ、ある種ハードボイルドなというかですね、あの、他人の人生に干渉することができないという何か、まあ、ハードボイルドの私立探偵と依頼人の距離感のようなものを感じさせる、そういう描写にもなっていますね。はい。で、だんだん時間がなくなってきてしまったので、まあ、いろいろと端折りますけども、まあ、この話っていうのは特にその特定の話っていうのがあるわけではなくて、まあ、その少年を描写した後に、今度はですね、冒頭では何者かの視点みたいな感じで、誰の視点か分かんなかったんですけど、まあ、三人称単視点みたいな感じで、少年に視点が一体化していくんですよね。で、少年がですね、コーヒーのおかわりをついたりとか、お客さんとやり取りをしたりとかっていうのに合わせて、今度は視点がキャラクターの別のキャラクターに移っていって、まあ、おのおのがどういうことをお店の中でやっているのかっていうのを点描していくというパートになっていきます。で、それを何回か繰り返しているうちに、今度はですね、サンダンスが、お店の中を動き回るのに合わせて視点が移動するのではなく、他のキャラクターが動くのに合わせて視点が移動するようになって、まあサンダンス、まあもちろんサンダンス中心の視点なんですけども、まあ各々勝手にですね、キャラクターが動き始める。そして最後はキャラクター同士で交流し始めて、まあ全員で一緒にあの棚の前にいて、まあ何か笑い合ったりというようなことが、まあ31ページで起きたりとか、交流していく。そういうようなところになっていくんですよね。で、最後はまあもちろん、まあだから非常にこう緊迫感があって何かトラブルが起きるんじゃないかと思わせておきながら、実はですね、全員で笑い合って終わるという、それがクライマックスになっているというですね、まあある意味拍子抜けといえば拍子抜けなんですけども、まあある意味すごく静かな感動があるというかですね、全く知らない他人同士が、まあ9人の知らない者同士がお店の中で集まって、ほんの短い時間を共有して、しかしですね、まあ、ある種の静かな日常の中のクライマックスというか、まあ、みんなで笑い合うという時間を共有して、それを頂点にして、みんなそれぞれ自分の時間に戻っていくというですね、何かそれぞれのその、異なる時間の流れというのが、一点に交わる、そういう瞬間というのを描いているような感じがして、じっくり読んでいくと、これが実は奇跡的なことなんじゃないかというような気もしてくるというですね、すごく面白い、クライマックスの作り方だなと思いますね。まあ、しかしなぜそれはそう思うのかといえば、それぞれの心理描写が全くない、サンダース少年に関しても、視点が全く同一化することはなくて、彼が何を考えているのかというのはほとんど示されない。登場人物が美人かどうかとか、そういう主観的な判断というのはちょっと入ってくるけども、それ以上のことは入ってこないという、そういう非常に禁欲的な視点によって、まあ、互いの考えっていうのは、理解し合えないんだと、基本的に。まあ、つまり他人同士の距離感というのを非常に強く保っている、そういう禁欲的な視点というのが、まあこの、お互いにみんなでこう交流するという場面を感動的なものにしているということですね。まあ非常にその作品の文体というのを活かした物語というか、文体の方から逆にプロットを考えたのではないかなという、まあそういうスタイルってすごく純文学的だと思うんですけど、そういう意味で優れて純文学的な作品になっていると思います。でありながら、この文体というのはハードボイルドのタッチなので、まあ、ハードボイルドから純文学的な可能性を発展させていった、そういう作品と言ってもいいかもしれないですね。で、まあ、後半の方に、まあ、このサンダンス少年が最初に出てきた、最初っていうか、まあ、ヒッチハイカーの、バイクに乗ってやってきた男女がいますけども、イチャイチャしているという、まあ、彼らが、お土産にサンドイッチ作ってくれって言って作るスパムサンドイッチっていうのがめちゃめちゃうまそうとか、そういうですね、細部についてもいろいろ語りたいことがあるんですけども、まあちょっと時間がなくなってきましたので、最後どうなるのかということをですね、まあちょっとネタバレなしでうまいことを言いたいと思います。まあ冒頭のですね、冒頭というかタイトルになっている心を込めてカボチャ畑に座るというのは、このサンダース少年のセリフなんですよね。まあそれはどういう意味なのかというのはちょっとネタバレになるので、実際に作品を読んでいただきたいと思うんですけども、まあこれがですね、作品のある種のテーマを象徴するような場面というか、まあ、店に入ってきた二人の中年男のうちの一人、小柄な男とサンダース少年が話すという場面があるんですけども、全くお互いにですね、噛み合っていないんですよね、会話というのが。
まあ、少年が心を込めてかぼちゃ畑に座るといった意味というのも、まあ、よく理解している風ではないんだけれども、勝手に納得するんですよね、小柄なとこは。ということで、まあ、互いの考えていることというのはわからないんだけれども、しかし何かこう理解し合える可能性はある。そういうようなですね、ちょっと感動的というか、まあ、可能性を感じるような広がりのある場面になっていますね。ではですね、ちょっと、まあ、今回短めかもしれないですけども、文体についてのまとめをしたいと思います。まあ、ラストシーンもね、すごく面白いし、作品にとって重要なんですけど、まあ、そこはちょっと伏せておきたいと思います。さっきも言いましたけども、視点の移動速度というのが非常に重要で、まあ、それからその滑らかさですね、それもすごく重要で、まあ、まず冒頭では、抽象的な視点というのが移動している。そこからサンダンスのキャラクターの移動に移っていく。それから個々のキャラクターに移り、キャラクター同士の交流に発展していき、解散するという、まあ、抽象的に考えるとそういうパターンがこの作品の中では生まれているんですよね。全く具体的なプロットはない中で、まあ、唯一何かパターンがあるかといえばそういうパターンがあると思います。これはですね、言い換えれば、まあ、サンダンスがですね、介入することによってキャラクター同士の、まあ、キャラクターが活性化して交流し、最後は解散すると、そういうパターンが見出せるのではないかなと思いますね。つまりですね、まあ、この少年というのが非常に重要な、まあ、主人公であり、重要なキーパーソンなんですけども、心を込めてかぼちゃ畑に座るという文章に、まあ、象徴されているんですけども、まあ、少年の利他性、反復性、それしてこなれていること、的確性というのを、まあ、この文章が、表現していると、要約していると思いますね。まあ、この短編の中で少年というのはもうひたすらですね、あのお客さんたちの間を動き回って給仕している。それを日常的なルーティーンとしていて繰り返しているだけなんですよね。で、そこに何の迷いもない。まあ、何の迷いかどうかないかどうかも、まあ、この心理描写がないのでわかんないですけども、まあ、少なくとも外から見るとそういう非常に滑らかな動きをしているように見えるわけです。で、それをですね、まあ、ある種、女性刑事のキャラクターが、まあ、体現しているような描写があるので、それも引用しますけども、こんな文章があるんですよね。しなやかで無駄のない体は的確な身のこなしで動いた。厳しくトレーニングされた肉体だけが持つ的確さだった。まあ、これが24ページからの引用なんですけども、まあ、サンダンスの視点で、この女刑事の動きっていうのの的確さが描写される文章で、まあ、ある種、なんでしょうね。少年にとっての、まあ、短い間ですけども、理想的な人物として、この女刑事がいる。つまり、その的確さというのは、作品の中である種理想化されて、アイドル化されて描かれているということで、ただですね、読み手の方には、まあ、この女刑事と同じくらいの動きの的確さというのが、まあ、少年のお店の切り盛りの仕方に見出せる。まあ、そして、ラストシーンには特にそれが見出せるんですけども、まあ、この的確さというのが非常にこの作品のある種のまあテーマになっていると思いますね。つまり、迷いのない動きを繰り返す、でそれを洗練させていくっていうことそのものが、最終的にはですね、心を込めたような状態に達していく。心を込めてかぼちゃ畑に座るようなですね、そんな状態に達していくということではないかなと思います。つまりですね、まあ、何か意図があって、それに基づいて行動するということではないんですよね。この少年がやっていることは。夜間を置こうと思って置いているというわけではなくて、夜間を置くという行為を毎日毎日繰り返した挙句、それがもう何も考えずにできるようになっているという状態ですね。で、さらにそれが、極まってしまって何も考えずにできるというよりは、その夜間を置くという行為そのものが何か意味に入れ替わって、それだけで人を満足させるような、そういう域にまで達しているということですね。つまり人生って何かこう意味のようなものを見出して、それを達成することで満足するっていうふうに普通人間は考えているけども、例えば夢を叶えるとかお金持ちになるとかそんな感じですよね。ただ少年がここでやっていることっていうのはそうではなくて、夜間を置く、まあ夜間を置く描写はないんですけども、例え話ですね、夜間を置くということそのものがですね、彼を満足させているというか、何かのために何かをするっていうことで彼はまあ幸福を感じていないですよね。夜間を置くということで、それだけでもう人生が意味のあるものになる。まあ、意味があるないっていう次元を超えたものになっているってことですね。非常にこう、充足的なというか、何か宗教的な極致のようなものにたどり着いているということだと思います。
なので、まあ、ラストシーンもですね、非常に池上裕樹さんは解説の中で崇高だっていうふうにおっしゃってますけど、まあ、最初それがピンとこなくて、崇高かって思ったんですけど、切れ味がいいラストだなと思ったんですけど、だんだんこの、まあ、2回3回と読むうちに、その意味が分かってきて、まあ、お店を掃除したりとか、お客さんにコーヒーを出したりとかっていうことがですね、彼の中ではもはや祈りのような、宗教的な祈りのようなものになっているということですね。つまり祈りにも何か目的とかっていうものがあんまりない。まあ何か雨が降ってほしくてお祈りするとかありますけど、まあそうではなくてですね、なんかふんわりとですね、世界中の人間がこう幸せになってほしいとかっていう、そういう抽象的なレベルでの祈りに似てますね。まあもはやそこまで漠然としてると何かこう、自分に関係ある目的とかってなくなってくると思うんですよ。お祈りには。はい。もはやお祈りすること自体が目的だったりもすると思うんですけど、まあそういうものですね。何かのために動くとかっていうことではなくて、もはやその動きそのものがですね、彼にとっては意味がある。動いていることが、まあ彼にとっては幸せな状態になっている。まあ幸せかどうかすらもはや考えていない、そういうまあ無視の境地に至っていると。それは人から見ると幸せであるっていう、そういうふうに言った方がいいかもしれないですね。っていうようなことがこの作品では描かれていると思います。まあそれを描くためにやはり重要なのが、話が戻りますけども、まあ文体の滑らかさと、それから物体性ですよね。心理描写がなくて、何かキャラクターと世界というのが一体化したようなものに感じられるということですね。つまりもう、心理というか何かものを考えるとかっていうことが、もうこの文体の中で全く存在しなくて、非常に滑らかにこう視点が移動して、描写というのが展開していくんですよね、この作品の中で。その滑らかさというのが、もはやですね、こう、まあ冒頭風景から、雄大な風景から始まってお店の中に入ってきますけども、そこから描写に、滑らかに空間から人物描写に展開していく流れっていうのをご紹介しましたよね。あれがですね、もはや風景と人間というのが一体になったかのような印象があって、そこで彼らの中にこう自然が入り込んで、そしてまた自然の中にハイウェイを車で運転していくことによって戻っていくみたいな、そういうですね、何か世界と人間というのが一体化してしまったみたいな、そういう幸福感みたいなものを感じさせるような、そういう文体になっていると思いますね。まあそれは細かく冒頭で、先ほど分析しましたけども、非常にこうスピーディーな文体というのがそれを成し遂げていると思います。まあ、ある意味ではですね、この心理描写がない文体というので、できる最大限のそのテーマというか、その文体そのものを美化して見せた、そういうですね、もう宗教芸術のような、そこまでやっちゃうか的な作品になっていて、まあこれはもうある意味人が死なないハードボイルドの極致というか、ものすごい作品じゃないかなと思いますね。はい。ということで僕は、まあ、この片岡芳雄さんという作家大好きになったので、まあ、私立探偵ものもね、書いているということなので、まあこういう抽象的なね、文章を書く人が、私立探偵もの、王道の私立探偵ものでどういうものを書くのかってすごく気になるんで、まあぜひね、今度、まあちょっといつになるのかわかんないですけども、紹介したいなと思いますね。まあ、他にもこの短編集面白いものがいっぱいあって、白い街とかもいいですし、狙撃者がいるなんてね、本当なんか、小籔春彦を読んだ時の衝撃を超えてるみたいな、ものすごい美しい女性がですね、淡々とトレーニングして、淡々と人を殺していくという恐ろしい短編になっていて、しかしね、抽象的な文章の魅力というのも、まあまた違ったね、この、心を込めてカボチャ畑に座るとは違った文体的な面っていうのも見せていて、すごく面白いですね。ということで今回はちょっと長くなってしまいましたけども、この辺りで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。